シングギャング、あずさ。フィッシングギャングのあずさです。今回はですね、初心者におすすめしているこちら、スピニングタックル。このスピニングタックルの、持ち方の、紹介をしていきたいと思います。スピニングタックルの持ち方は、ここですね。こちらの部分をこうシャフトに当てるような感じで持ちます。これが正しい持ち方です。まあ、稀にですね、こういう持ち方だったりとか、まあ、こういう持ち方の人も見かけることがあるんですが、こういう風に持つようにこうグリップの形状っていうのは設計されてますので、正しい持ち方はこれで。今回はですね、スピニングリールの持ち方ということで、まあ、ご説明させていただきましたが、正しい持ち方をしっかり手になじませて上達していってください。今回もありがとうございました。恥ずかしいっすね。笑わないでください。俺じゃあ真面目な顔でやりますよ。, 笑いすぎでしたね。